バイオリン奏者の辻久子さんが死去、天才少女戦前から国際的に活躍ということで、天才少女とうわれ戦前から関西を拠点に国際的に活躍、音楽教育や地域の文化の発展にも貢献した関西音楽界の重鎮でバイオリン奏者の辻久子さんが死去したことが13日分かったと、95歳、大阪市出身葬儀告別式は近親者だけで行うと。 辻さんは、えー、1926年の大阪市生まれ宝塚少女歌劇団歌,歌劇感激、えー、楽団のコンサートマスターだった父、えー、吉之助さんの指導で6歳からバイオリンを始めたと、えー、12歳で毎日音楽コン,クールコンクール1位に輝いたのを機に国際的に活躍されたんですね、えー、生,前生前に、えー、ベートーベンをはじめとする 四大競奏曲の連続演奏など斬新な企画でも注目されたんですねお父さんとの二人三脚での活動や名機ストラディバリウスの購入のために自宅を売却したなどはクラシックファン以外からも注目されましたとその半生は毎日放送が現鳴りやまずこれが84年ですね の、えー、タイトルでテレビ化をされましたと、えー、教育地域文化の発展にも、えー、情熱を注がれた、えー、88年から8年間、えー、兵庫県教育委員会を務め92年には大阪市内に、えー、辻久子弦楽アンサンブルホールが完成と後進を育てる弦、えー、楽塾も創設し塾長に96年 えー、川西市、えー、ガツ賀光永ホールを設立した際には、えー、運営母体の、えー、市文化財団理事長にも就任されたということでね、えー、バイオリンリスト、辻久子さんということでね、えー、12歳からね1コンクールで1位を取られたということでね、95歳ということでね。 えーまあ、バイオリンをこの当時、ね、習う女性、女子がほとんどいなかった頃にまに始められて、始められてえー、国際的な、えー、バイオリストになられたということでね、えー、名機の,その購入のためにご自宅を売却されて、購入費用を捻出されたというのがあ、驚きですよね。で晩年もその基本練習を欠かさず またお弟子さんのステージ衣装だとかその衣装にもまあ華やかでないといけないという、ね、舞台人としての,その信念を持っていらっしゃったということでね、長い現役生活で大変だったと思いますがね、本当にねお疲れ様でしたということでね。それにしても95歳でいらっしゃったとっいうのはね驚きですよね、いつもその精力的にご活躍されたというのが、ね、まだ記憶に新しいので。 えー、日本の、えー、音楽教育シーンをね牽引されてされた功労者のねお一人ではなおられたのはもう間違いはありませんとね、えー、朝ドラでねこの方の、ね、人生を知ってみたいですよね、えー、輝かしい偉大な演奏者、えー、演奏家の方がまた一人この世を去っていかれたのは寂しい限りですと長い、えー、ご活躍に感謝でいっぱいですと。えー 藤久子さんのね、ご迷惑をお祈りしますということで、えー、本日のニュースためになったって方チャンネル登録・高評価をお願いいたしますでは次のニュースでお会いしましょうそれではさようなら